この玉ねぎを調理する際、外側の茶色い皮ってどうしていますか？ほとんどの方は剥いて捨ててしまっていると思いますが、実は玉ねぎの皮にはケルセチンという栄養分がたくさん詰まっています。今回はそんな玉ねぎの皮に含まれているケルセチンについて解説していきます。玉ねぎの皮に含まれる抗酸化ポリフェノールの一種ケルセチン。植物が作り出すポリフェノールには自らを活性酸素から守る役割があります。そのためポリフェノールは強い抗酸化作用を持っているのです。そしてケルセチンはポリフェノールのうちフラボノイド類というものに分類されます。人間の老化や疲労というのは体内で発生する活性酸素に対処する際に起こる抗酸化ストレスが原因です。外界からの様々なストレスによって活性酸素が体内で増加してしまうと、細胞や体内物質などを傷つけ、老化や生活習慣病の原因の一つにもなると言われています。そのため植物におけるポリフェノールの抗酸化作用が人間にとってアンチエイジングや生活習慣病予防に効果があるのではないかと考えられた結果、様々な健康食品などの広がりとともにケルセチンも注目されるようになってきました。またケルセチンには抗酸化作用の他にも抗炎症作用、抗がん作用、血圧低下作用などがあると言われ、研究が進められているのです。そんな今注目のケルセチンの7つの効果についてお話しします。 1. 血流を改善する。ケルセチンには赤血球が活性酸素によってダメージを受けてしまうのを予防する効果があると言われています。それにより血液の流れが悪くなるのを予防したり、すでに血液の流れが悪くなっている方に対しては血流を改善する効果があるとされています。 2. コレステロール値の低下。血液中の悪玉コレステロールを減少させ、コレステロール値を低下させる働きがあるとされています。さらに血糖値が急激に増加するのを抑えることもできると言われています。そのため高脂血症や糖尿病など生活習慣病の予防に効果があると考えられています。 3. 関節痛の緩和。ケルセチンには抗炎症作用があると言われています。この抗炎症作用によって関節の痛みを緩和させることができると考えられています。 4. 動脈硬化の予防。ポリフェノールの一種であるケルセチンを積極的に摂取することで動脈硬化の予防を行うことができると考えられています。動脈硬化を予防することで心筋梗塞や脳梗塞などの命の危険を招くような生活習慣病の予防にもつながります。 5. むくみや冷えの改善。女性の悩みとして多いむくみや冷えの原因は血流の悪化が原因の一つです。血流をサラサラにすることで血流が改善され、むくみや冷えの改善を期待することができます。 6. 体脂肪の低下。ケルセチンには脂肪分解酵素の働きを活発にさせて体脂肪を減少させる効果があると言われています。そのためメタボリックシンドロームの改善や予防に効果があると考えられています。 7. 骨粗鬆症の予防。骨粗鬆症は破骨細胞の分化などによって起こると言われています。しかしケルセチンには骨粗鬆症の原因と言われている破骨細胞の分化や機能を抑制する働きがあると考えられており、骨粗鬆症をある程度予防する効果があると期待されています。いかがでしたか？普段捨ててしまう玉ねぎの皮を活用して体質の改善に役立てられれば最高です。ぜひ皆さんも玉ねぎの皮の活用をご検討いただければ嬉しいです。